なんかもうちょっとふっくらしとったような、いや機械にふっくらもクソもないんやけどさ。ほい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ということで、まあ、早速ね、ルーラでセンタービルの地下2階、ほい、シュンと、ほい、到着。ということで、まあ、今回もやることは分かっとるけど、モンスター格闘場にようこそ。歓迎するわ、アイナ。ありがとう。さあ、今日はどうするの？冷やかしに来たわけじゃないんでしょ？もちろん。イベントバトルをする。今回で5日目。最後ね。イベントバトルを開始する。ふふん、いい変じゃない。それじゃあそこでちょっと待ってなさい。ほいほい。5000目やけど、最後の相手は一体どなたかしら。さて皆さんお待ちかね、格闘場名物イベントバトルの始まりよ。まずは皆さんご存知、我らがヒーロー、モンスターマスター、アユナー。結局最後まで客席が埋まることはなかった。そして対するは、お、この破れたタイツは、そういうデザインなんやろうけどね。ある時はレジスタンスの指導者、そしてまたある時はあんたの協力者。あんたって。ですよね。そう、今度の相手はこの私。天才美少女科学者、アロマ様よ。自分で様とか言うなし。しかも美少女。もちろん私はオリジナルのコピー。でも力はオリジナル同等だからね。ん？今司会しおるアロマと一緒？2号やけん一緒か。私は科学だけの女じゃない。マスターとしても一流だと教えてあげる。さあ、かかってきなさい、アユナ。コテンパンにしてあげるわ。怖いよー。お、う？え？なにこれ？のちおらみたいなの来たんやけど。それじゃあイベントバトル第5戦、レディーゴー。のちおらみたいやけど、え、なに？のちおら型ロボット？なんか口の中に大砲みたいなあったんですけど。グレートのちおら Z。やべえな。山頂？え、なんか山頂おるんやけど。何事？山頂ってあれやろ？最初の夢の中に出てきたやつよね。え、アロマの仲間やったん？ねえ、なんか最初の感じやと敵みたいな感じじゃなかった？私ね、幻想を見せよった人やろ。人じゃないけど、ロボットやけど。山頂。え、なんかさ、ここの、何、受付みたいなとこにおったやつは、4丁やったよね。ん？てか山頂細くね？あんな細かったっけ？え、あんな細かった？なんかもうちょっとふっくらしとったような。いや、機械にふっくらもクソもないんやけどさ。いや、なんかもうちょっと、がたいいい感じやったというか、太かったというか、ねえ。てかその、グレートのチョーラ Z って誰なん？なんなん？あれ？てか向こうさ、ライドしてないんやね。なんかアロマ普通に後ろに立ってない？グレートのチョーラ Z とか、いかにも頭の部分とか乗り込めるとかやないんや、あれ。なんで乗らんの？もったいなさすぎやろ。ねえ、乗ろうよ。よう、よう。てかなんかさ、そんなに攻撃が効いてない感あるんやけど大丈夫なんこれ。ねえ、なんか今まで結構さ、700-800ぐらいダメージとかあったのに、調子いい時900とかあったのがさ、なんか今回100-200ぐらいなんやけど、さすがに最後強いってこと？てかすでにさ、ちょっと一人危ういんやけど。ウェイ、大丈夫かい？今回さ、3対2で、うちが3の方なんやけどね。あの、のちおら Z。グレートのちおら Z。あれのちょっと強さというか、よくわからんよね。なんかね、あの、山頂ってさ、4丁っておったやんか。ここに。ここの、受付かなんかにおったやん。ってことはさ、1丁2丁とかもおるんかな。5丁とか。なんかつい最近受付のとこで4丁っておって、あ、3丁じゃないんや、みたいなこと言った気がするけど、まさかのね、アロマの味方やったとか知らんかったんやけど。ん？ってことは最初のあの幻想とかは一体何やったんやろ。別に敵に何かをされたとかいうわけではなかったってことなんかな。時々白い霧。時々なんやね。このグレートのチョーラ Z？ ま、見た目はすごいけど、体力はいかほどなものなの？やっぱすごい多かったりとかするんかな？まあ、最後の敵やしね。てかさっきの焼けつく踊りとかさ、
機械やのに焼けつく踊りなんかしよったらオーバーヒートすることない。絶対なんかもう自爆的な感じになる気がする。でもまあ向こう自動ヒットポイント回復結構な量回復しとったけんね。こっちの与えれるダメージが1回につき100、200程度やのにあんなに回復されたらどうなんやろね。お、全然余裕で倒したじゃねえか。イエーイ。あとはサンチョだけ。まあでもサンチョだけならね、グレートのチョーラゼットがちょっと恐ろしいかなと思ったぐらいで、お、ほらほらほら。もう速攻だわ。グレートのチョーラゼットをやっつけた途端、もうサンチョなんて軽いもんだぜ。イエーイ。勝負あり。勝者は、アユナ。皆さん彼に惜しみない拍手を。イエーイ。誰も拍手してくれんけん、自分で拍手するわ。急に歓声が聞こえ出したけど。まさか私の方がご伝播されるなんて。負け惜しみを言わず素直に褒めておくわ。あんたの強さは私の計算以上だった。イエーイ。それじゃこいつをあんたにあげる。私に勝ったご褒美だと思いなさい。なんで上からなんだ。てかこいつって何？アユナはアロマ2号から3丁をもらった。え、マジで3丁もらったんすけど。やったね。え、なんか負けた途端に3丁はのけもの？久しぶりにちょっとはしゃいじゃったわ。またやりたいよね、こういうバトルを。てか本当はさ、グレートのチョーラゼットの方が欲しかったんやけど、とかいう三丁本当にひどい扱い。じゃあ三丁の名前、まあ、当然、三丁で。ほい、オッケー。もらっちゃったよ。いいね、いいね。やったやった。細くなった三丁。やるわね、アイナ。見応えのある勝負だったわ。健闘を叩いてご褒美をプレゼントするわ。お、さらに。ブロンズコインを3枚とシルバーコインを2枚、そしてゴールドコイン1枚をもらった。次のイベントバトルに参加できるのは明日の午前0時を過ぎてからになるわ。それじゃあお疲れ様。次に戦いまでしっかり休みなさい。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。サンチョには悪いけれども、グレートのチョーラゼットが欲しい、どうしても。